品川。皆さんこんにちは。和品川ニュースの時間です。では最初のニュースからご覧ください。2月6日品川介護福祉専門学校で令和2年度品川福祉保健従事者実践研究発表会が開かれました。これは区内の福祉施設や事業所などで介護、福祉、保健、看護等に従事する人たちが日頃の現場での取り組みや研究成果などを発表するもので、今回は新型コロナウイルス感染症対策のためオンラインで行われました。今年度は社会福祉法人9つの施設が参加し、実践と研究の目的や成果などを発表しました。また各団体の発表後には特別講義も実施、東京都保健医療公社荏原病院歯科医師の斉藤さんと理学療法士の高橋さんが講師を務め、ビジュアルで学ぶ誰でもできる新型コロナウイルス感染症対策をテーマに講義が行われました。そして最後は表彰式です。最優秀賞に選ばれたのは品川区立図書地域密着型多機能ホーム、技能実習生受け入れによる対応と現場への影響をテーマに発表しました。研究に協力してくれた、スタッフのみんなにまずお礼を言いたいなって思います。ありがとうございました。2月8日山中小学校で本の中に出てくるお料理を給食で食べようと題した取り組みが行われました。この取り組みは区立小学校の図書館部が企画したものです。今年度は3校で行われ、各校それぞれの方法で物語の中の料理を給食に取り入れました。山中小学校では子どもたちに食べてみたい料理が出てくる絵本や物語を推薦するアンケートを実施。今回は6年生の内藤さんが推薦した物語、フルーツポンチはい出来上がりが選ばれました。この物語はネズミのチが病気の弟のためにお化けのアッチに頼んで素敵なフルーツポンチを作ってもらうというストーリーです。1年生の頃にこの本を読んで、フルーツポンチを食べたいなって思ったからこの本を書きました。選ばれると思ってなかったので驚きました。山中小学校では給食メニューにフルーツポンチが登場したのは初めてとのこと。子どもたちには大好評で美味しそうに頬張っていました。また1年1組では給食前の国語の授業で物語の読み聞かせも実施。その他子どもたちは調理員の皆さんがどんな気持ちで給食を作ってくれているかを話し合ったり、 Zoom を使って調理員と交流も行いました。最後に子どもたちが調理員の皆さんへのメッセージを作成。子どもたちの感謝の気持ちが伝わる時間となりました。なお区立図書館ではおいしいお話召し上がれのブックリストを作成し、品川図書館双葉図書館でブックフェアを開催しています。ぜひね、読んでみて。2月9日八潮学園で新しい学用品として児童や生徒たちにタブレット型コンピューター iPad が配布されました。この日八潮学園では学年の垣根を越えた異学年交流を実施し、8年生が2年生に iPad の使い方を伝授。起動の仕方から初期設定、簡単なアプリの使い方、正しいシャットダウンまでの操作方法とともに、落としたら壊れるから持って歩くときはしっかりと持って、水に濡れると壊れるよなど取り扱いについても丁寧に説明しました。そして説明が終わるといよいよ実践です。2年生の児童たちは画面の文字や地図の大きさを変えたり絵を描いたりするなど基本的な操作をすぐに覚え、およそ1時間集中して取り組んでいました。品川区では国のギガスクール構想を受け、区立学校の全児童生徒に1人1台の iPad を配備する予定です。
今回のニュースは以上です。引き続き品川ホットホットをお楽しみください。